ヤッホー、サオリです。ドラクエ10やっていきます。さて、みんなが寝てるこの村、あ、なんかマークがついてるんで、はい、なんかヒューザが言ってた、ヒューザでしたっけ、アスバルでしたっけが言ってた、キーになる人物、はい、近づいたら場面が切り替わりましたよと。起きてる。あ、違う。あ、起きてる。あ、起きてる。ピュアスノーリリーが綺麗に咲いたから持ってきたんだ。起きてる子と寝てる子。あ、なんかお花、お花の冠。なかなかいい香りだろ。ティセは百合の香りが好きって言ってたよな。他にもいろんな花が咲いたんだ。お前にも見せてやりたいな。なあ、ティセ、黙ってないで何か言ってくれよ。もうずっと声を聞いてない。これじゃ俺本当に一人ぼっちじゃないか。君は？ああ、そうなるよね。ごめんね、急に話しかけて。すいません、すいません。待て、話を。なかなか強引やな。いやだ、話せよ。落ちてる。逃がしたか。うん、逃がしたかって。うん、なんだこりゃ、フクロウ型の。なんか光ってるね。この少女が気になった理由は、まだ新しい花がたくさん備えられていたからだったんだけど、彼の仕業だったのか。でもあの少年だけどうして眠っていないんだろう。この村の子じゃないとか。いや、でもめっちゃ仲良さそうやったからな。あいつ妙なもん落としていったぜ。これ持ってるから大丈夫やったとか。これは甲羅のようだね。かすかに魔力を感じるから、おそらく呪具の類だろう。さすが、アスバルにはわかるんですね。この村の住人の眠りに関係しているのかな。ちょっと調べてみようか。はい。あ、あ、大きなフクロウ、どこから飛んできたのかな。急に現れた感じ。ん？あれはやばい気配がする。放ってはおけねえな。戦う感じ、いきなりやな。おうおう、ん、ヒューザー、ヒューザー、ヒューザー、どうしたんだ。あれ、おかしいな。なんだか急に眠く。あいつのせいで村のみんなが寝てんのかな。あ、立ったまま寝ちゃった。幸せそうに寝てるわ、主人公。それにポルテさんも。アスバルは大丈夫なの。まずい、僕まで眠く。このままじゃまずいね。ここで冒険が終わってしまう。どっか行ったな。あ、なんとか耐えた。いでよ、レイジバルス、僕たちを村の外に連れ出せ。あ、出てきそう、よかった。いそっけ。みんな寝ちゃう前に。どうなった、どうなった。ねえ、起きて。え、なんかエコーしてる、ポルテちゃんの声が。ねえ、体調大丈夫？大丈夫なのでしょうか。隊長、はい、
なんか村の外に出れたっぽいね、どうやら。ああ、よかった。なかなか起きないから心配したんだよ。あ、かわいい。目覚めたんだね、隊長。よかったね。アスバルが危うく全滅するところだったけど、間一髪でレイジバルスが村の外に僕らを運び出してくれて助かったんだ。レイジバルスを読んで、はい、あのまま村の中で眠ってしまっていたら、今頃きっと僕らも眠りの世界に仲間入りだったろうね。危ないところでしたね。あの不気味な化け物がお前の使い魔だったとはな。あれに起こされた時は敵かと思って切りかかっちまったぜ。そうでしょう、そうでしょう。驚かせて悪かったよ。あいつは魔力で動く人形みたいなもので、眠ることがないからとっさに召喚したんだ。グッジョブアスバル、助かったわ。あのフクロウの鳴き声を聞いた途端に眠くなっちゃったんだよね。もしかして村のみんなを眠らせてるのはあのフクロウなのかな。そうでしょうね。だがそれならさっきの小僧はどうして今まで眠らずにいられたんだよ。そうなんですよね。あの子の足元にはたくさんの花束があった。きっとさっきの小僧は何度もあの子に花を供えに来てたはずだぜ。この村の子じゃないにしても、あのフクロウがいる限り寝ちゃうってことやからね。現に我々も寝ちゃったしさ。もしかするとあの少年が落としていった香炉にはフクロウの眠りを妨げる効力があるのかもしれないね。あの香炉もなんかね、あのフクロウにちょっと顔似てたような気がするしな。少年が落とした時に香炉の火が消えたんだ。そのせいでこの香炉が本来の効力を発揮できなかったんじゃないかな。なんか光ってるけど火は消えてるんですねこれ。おお、着いた。うん、火を灯したら香炉から発せられる魔力が強まったね。これでもう眠らずに済むってことかな。もしまた眠ってしまいそうになってもレイジバルスで逃げればいいし。村に戻ってみようよ。大丈夫、そんなうまくいくといいけどね。気は進まねえが、ここにいても拉致が開かねえのは確かだな。まあね、調べるしかないか。フクロウの声は村の奥から聞こえるから、北にある広場の方に行ってみよう。あのフクロウさえなんとかすればみんな目を覚ますかもしれないよね。いや、奇妙な村ですね。そしてこの香炉はどうやって少年は手に入れたんでしょうかね。もともと持ってるもんやったんかな。はい、じゃあもう一回入ればいいのかな。はい、宿り木広場一番奥、はい、行ってみましょう。ち、この妙な鳴き声はあのフクロウか。ずっとほうほうって言ってますね。あ、長老もこんな外で眠ってしまってる。結構みんな外に出てきてる感じすんな、これな。はいはいはい。これ、あ、そっか、クロッケ。この鶏も寝ちゃってるわ。はいはいはい、じゃあこれ登録しときます。よし、じゃあこの奥に進んでみますか。いますね。この耳に生えてるあれが気になるね。木の上に止まってのんきに鳴いてやがる。なんかお花みたいな光ってたけど。でもお前の言う通り、うん、今度は大丈夫みたいだな。やっぱりこの香炉のおかげで守られてる感じするな。そうだね、この香炉から発せられる香りに包まれていればフクロウの鳴き声を聞いても眠らずにいられるみたいだ。あ、鳴き声で寝ちゃうんや。眠くならないならあとは簡単だ。やっつけますか。あいつをぶっ倒せば村人は目覚めるんじゃないか。うん、せやといいけどさ。ちまちま思い悩んでるより手っ取り早くやっちまおうぜ。了解です。ちょっと待って。ないこのままじゃ香炉の効力は僕の周辺だけにしか及んでいない。あ、じゃあ派手に戦ったらなんかちょっとね、範囲外に出ちゃったらすぐ寝ちゃうっていう感じかな。おそらく。危険やな。少しでも離れたらまた眠ってしまうよ。あ、どうやって戦ったらいい。泣いてんもんな、ずっとな。君たちが思う存分戦えるよう、ちょっと細工をしてみよう。さすがアスバル。おお。おお、陣みたいなんができた。あ、守られている。うん、完璧やん。大丈夫そうだ。僕は香炉の煙を広げて維持するから、君と隊長でフクロウを倒してくれ。あ、
ヒューザーと一緒に戦う感じ。おお、任せとけ。頑張ろう。ポルテさんは僕のそばを離れないで。気をつけてね。わかった、ありがとう。隊長たちも気をつけてね。またいつかポルテちゃんとも一緒に戦う日が来そうですけどね。やってやろうぜ。おお、なんか久しぶりやな、ヒューザーと一緒に戦うの。頑張りましょう。バージョン3以来かな。うん、そんな気がする。おお、あ、来ました来ました。あ、まあアスタルジアではねいつも一緒に戦ってますけど、はい、ではやっていきますか。ちょっと私流術師になってきました。ちょっとうまく使えるかわかんないけど頑張ってみたいと思います。何したらいい？魔力覚醒するやんか。はい、今日もフレンドさん、もみじさん、あられちゃん、よろしくお願いします。おーおーおー、大丈夫かな。やまびこの陣引いた方がいいかな。このヒューザーの後ろでこうやって引いて、はい、魔物使いバトルマスターの方々、百戦錬磨切り、あ、百戦錬磨切り頼もしい、よろしくお願いします。これ何したらいいんやろうな。とりあえずこれ売ってたらいいかな。あ、まあそこそこ強いのかな。でホイミンがいつもの通り回復をした、回復になってくれております。あ、超これ暴走魔法陣も一緒に引いてダブルの陣。そいつはもう効かないぜ。何それ、何そいつはって、何何してたの。見てなかったんですけど、もう効かないぜって言ってる。はい、連撃して、しかも暴走する、なかなかに強いんじゃないでしょうか私。はい、お、土属性の呪文、ドガン、ドガンの派生ですね。ドガンテス、ドガンテルか、ドガンテルが多分メラゾーマ的なやつだと思うんですよね。基本的にこれ打ちまくってたらいいんかな。何、動けなくなりました。あ、そんなことはない。じゃ、ゾンゾンゾン、ドラゴラム使いますね。よいしょ、はい、ドラゴンになりましたよ。これが強いんですよね。テールスイングしますね。よいしょ、ひるまないか、さすがにひるまない。テールスイングでね、転んでくれる敵もいるんですけども、順番に使っていきます。地竜爪、あ、土属性が下がりましたね。これでさっきの土属性の呪文がまたドガンテルでしたっけ、強くなるかもしれない。てか純粋に強い、はい、純粋にこのドラゴンが強いです。ちょっと見えにくいけどね、ちょっとでかいからちょっといまいちね視界がそがれてしまうんですが、それ以外は素晴らしい、うん、素晴らしい。これほらね、ちょっとなんか何してるか分かんないでしょこれ。こうやって竜カメラにしたら何してるかよく分かんなくなっちゃうからさ、ちょっと邪魔ではあるよねこの辺ね。まあ爽快ですけどね、自分がドラゴンになったということで。で HP なども上がる、あとかやってる間にあっという間に倒しました。いや、なかなか竜術師強いんちゃいますか。まだ全然使いこなせてはないけど、うん、ちょっと楽しいですね。はい、なんてことはなかったです。倒しましたよ。これでもう村人を眠らせるやつはいなくなったな。どうかな、みんな目を覚ますかな。二人ともさすがの強さだったね。もう僕から離れても大丈夫だよポルテさん。強かったね、ヒューザも強かったね。あとフレンドさんも。なに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 、あの袋をあっさり倒しちまうなんて。あんたらめちゃくちゃ強いんだな。この少年はまだいたのね、この辺に。で見てたのね。お前さっきの小僧じゃねえか、どこに隠れてたんだよ。全く気配感じませんでしたけど。小僧じゃない、俺の名前はトープスって言うんだ。トープスくん、あ、見て、何、目覚ました、あ、違う、また来た、やば、倒したらまた一匹現れてくるみたいな感じか。これキリないな。あっちの方からまた同じフクロウが飛んできたよ。何匹おんねやろ。マジかよ、あいつもう一匹嫌がったのかね。こいつ倒したら終わりやったらね、また片付けますけど。俺はあいつらの群れを見たことがある。群れ、きっとどこかに巣があってそっから飛んできてるんだ。群れということは何十匹もいそうな感じか。こんにちはトー君。私はポルテ、あとこの人が私たちの調査隊の隊長だよ。はい、初めまして。それととっても頼りになるバル君と、バル君、ヒューザだよ。あれヒューザだけ呼び捨てやった。調査隊、
どういうことだ？あんたら何者なんだよ。はい、ちょっと説明難しいかもしらんけど。それはね、私たちちょっと訳あってこの村のことを調べてるの。ポルテちゃんがいつも代わりに説明してくれて助かるわ。隊長、どう説明したらいいかな。ねえ、まあ前回は女神様に説明やったから話早かったけど、こういう村の少年とかに説明するには、あ、頑張って主人公。この村の異変を解決するためメネト村を調べていると伝えた。あ、ね、そうですね、うん、それくらいシンプルにまとめた方が伝わると思うわ。村の異変を解決したいってなんだよ。長い間誰も助けに来てくれなかったのに、なんで今になって。どれくらいの期間ずっとみんな眠り続けてるんでしょうね。でも俺だけじゃあのフクロウに何もできなかったしな。うん、ちょっと強さはお墨付きなので。いいぜ、あんたらを信じてやる。結構上から来たなこの少年。生意気なやつだな。なんで村人全員が眠っちまってるのにお前だけは無事なんだよ。まずそこですよね。それはわからないよ、うん、気づいたら俺だけ夢見の香炉を持って村をさまよってたんだ。夢見の香炉、夢見のルビーってあったよね、過去シリーズ。目覚めのルビーやっけ、どっちやっけ。あった気がする。夢見の香炉というのはこれのことかな。拾っておいたから君に返すよ。うん、絶対これのおかげでこの少年は守られてるよね。よかった、探してたんだ。あんたらが持ってたんだな。ごめんね、なんか急に話しかけたから落としちゃったもんね。これがあれば失礼しました。フクロウが泣いても眠らずにいられるし、村のみんなとも話すことができるんだ。話すことができるとは。トー君は香炉がない間よく平気だったね。それよりも、ほんまや、確かに香炉があれば村人を目覚めさせられるってこと？それも気になるし、我々が香炉持ってる間この子はなんで無事やったのかね。ちょっと違う、はい、この香炉があれば眠っている相手とも会話できるんだ。寝言で話をしてるって感じかな。あ、でもあの花束のね、少女と話してる時はなんかずっと話ができてないじゃないかみたいなことを言ってたけど。村の大通りに花に囲まれた女の子がいただろう、うん、あの子はティセって言って俺の一番の友達なんだ。なんか幼馴染的な存在なのかな。ティセは花が好きだから、うんうん、俺が毎日花を摘んできてやってるんだ。眠ってるだけの毎日じゃ退屈だからさ。優しいね。でもしばらく前から眠りが深くなってるみたいで、香炉があってもティセの声が聞けなくなっちゃったんだ。ティセだけじゃなくて他のみんなの声も聞けなくなってるみたいで、このままじゃ絶対まずい気がしてさ。どんどん眠りが深くなっていって、だから手遅れになる前にみんなを起こそうとしてるんだけど、俺だけじゃどうにもならなくて。あのフクロウおる限りな、目覚ますことなさそうやもんな。そのティセって子は村の西にいたよな。ならまずはその子と話せるか確かめに行くとしようぜ。一回ね、フクロウやったから若干の間フクロウがいない期間、時間が生まれたと思うから、それによって変化はあるのかどうか。はい、あ、宿り木広場を出てメネト村に戻った。はい、ということで、はい、またあの少女がいるところに戻りましょうか。はい、戻ってきましたけど、やっぱり立ったまま寝てまして、さあ声は聞くことができるかな。ティセ、聞こえるか？俺たちのことを助けてくれる人たちがついに来てくれたぞ。ティセ、やっぱり何も言ってくれない。なんか寝息みたいなね、声というか、うん、は聞こえてきたけど、話すことはなさそうやな。今までは夢見の香炉を持って近づけば寝言が聞けていたんだ。なんか寝言を人に聞かれるのもちょっと恥ずかしいなって思ってしまうけど、まあそんな言ってる場合じゃないか。あ、ちょっと試したいことがあるの。トー君、隊長に夢見の香炉を渡してくれないかな。なになになに。え、まあいいけどよ。ほら、落とさないでくれよ。気をつけて扱いますね。で、
あ、なんか手に入れたってなった。はい、で何すんのポルテちゃん。もうめっちゃ光った。え、なになに、え、甲羅の光が強まった。え、どういうこと。あ、なんか動いた動いた。え、目覚める。お花のいい香り。喋った、目はつむったままやけど。ティセ、俺がどれだけ話しかけてもダメだったのに、どうして急に声が聞けたんだ。なんか主人公が持った瞬間。なんで。ね、その夢見の香炉は使用する人の創生の力に反応して効力を発揮するものだと思ったんだよ。だから創生の力が強い主人公が持ったら。そうか、桁違いの力を持った隊長が使ったから夢見の香炉の効力が強まったということだね。桁違いの力。それなら隊長が夢見の香炉を使えば村のみんなの寝言も聞くことができるかもしれない。みんなの寝言聞いて回ってもいいかな。ちょっとドキドキすんな。お前とぼけた顔してんのにすごいやつなんだな。よく言われます。トープス、またお花をくれたんだね。とってもいい香り。ティセ、お前は、村のみんなはどうやったら目覚めるんだ。このままじゃ、みんなずっと眠ったままになっちゃうかもしれないんだ。早く起きてほしいよね。フクロウが消えれば長い夢は終わるってロナ長老が言ってた。やっぱりフクロウ全滅させるしかないか。それしか知らないんだ。それか巣に行ってさ、巣の場所が分かれば、フクロウの巣の場所が分かれば、それをどうにか駆除して。こんなはっきり答えるなんて初めてだよ。そうなんや。分かった、ロナじいさんに聞いてみる。絶対に助けてやるから待ってるよティセ。長老ね、ロナ長老ってさっき立って寝てたよね。はい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 。ロナじいさんなら村の北にある家の前にいるはずだから、一緒に話を聞きに行こうぜ。オッケー。うん、この香炉は何で持ってたかとかいろいろ謎はあるけどね、これで話が進みそうですよね。はい、ロナ長老。はい、あ、でも夢から覚めたらトープスがくれたこのお花たちも全部消えちゃうのかな。それってすごく悲しいよ。あ、どういうことや。夢から覚めたら、起きたら、え、大丈夫よ、長い夢は終わる。長い夢、ちょっと意味深やな。大丈夫ティセちゃん、目の前に花は夢じゃなくて現実にありますから消えないですよ。だから早く目覚めてもらいたいですね。やばい、これみんなの寝言聞けんのかな。あ、話しかけてみたって。うん、ジュって、この青いドレスはどうかな。青い色が君の髪と合うと思うんだ。君とティセという最高の家族に恵まれて、むにゃむにゃ、俺はメント村の一番の幸せ者だよ。あ、これティセちゃんのお父さんかな。そうやんな、きっとな。あ、じゃあこれティセちゃんの家かもしれない。すいません、お邪魔します。ティセちゃんのお母さんかな。まあ、こんなにたくさんのドレスをプレゼントしてくれるの。毎日違うドレスを着ても余るくらい。どれを着ようかしら。ありがとう、あなた。やっぱりあなたは最高の旦那様よ。なんて素敵な夫婦なんでしょうか。寝言でも思いやってるわ。素晴らしいね。ちょっとなんか寝言聞くのもプライバシーの侵害かなとかって思ったりするけど、話しかけてしまうんやけど。やった、豊作だ豊作だぞ。こんな痩せた土地ではダメかと思ってたが、諦めなくてよかった。これで子供たちを腹いっぱい食わせてやれるぞ。今年の冬は太っちまうかもな。みんな健全な寝言を言ってるっていうか、すごいいい人たちばっかりなんやけど。まあ、あのボロ屋がどこもかしこも新品みたいにピッカピカだ。あちこちガタが来てたのにね。はあ、隙間風のない家ってのはこんなに暖かいんだね。今夜はゆっくり眠れそうだよ。なんかみんな幸せそう。え、これもなんか夢。うん、このなんか呪い、呪いじゃないな、魔法の効果なのかな。なんか幸せそうな人しかいないよ。はい、
ては長老に話しかけましたよと。あ、また来た。あ、これはさっきのやつかな。眠りのフクロウがどこかへ帰っていく。あいつをつければ巣があるっていうことやから、その巣を殲滅させれば OK じゃない。駆除駆除。フクロウの巣が分かればまとめて倒せるかもしれない。僕が追いかけてみるよ。あ、アスバル、ドラキーに変身できるんでしたっけ。お久しぶりやな。あいつの行き先が分かったら戻ってくるからね。はい、行ってらっしゃい。よろしくお願いします。かわいい、かわいい。泣き声もアスバルが。モンスターに変身まですんのか。エディに化けるわ、化け物は召喚するわ。どんだけ便利なやつなんだよ。便利なやつ。まあいい。それでこのおじいさんがロナ長老か。そうですね。おう、メネト村で一番長生きらしいから村についていろいろ知ってるはずだ。隊長、夢見の香炉を使ってくれ。はい、じゃあ寝言聞かせてもらいますね。あれ、隊長が香炉を使っても声が聞けないのかな。あれ。おーい、ロナじいさん、聞こえてるか。ほえ、そんなにでかい声を出さなくても聞こえとるわい。なんかごめん、びっくりさせちゃって。ごめんごめん、じいさんの声が聞けてよかったよ。はい、じゃあ話聞かせてもらいましょう。ロナじいさんは耳が遠くてね、大きな声で話さないと聞こえないんだ。単純に老化でしたか。はい、すいません。ロナじいさん、教えてくれよ。どうしたらみんなを目覚めさせられるんだ。はい、教えてください。じいさんがフクロウが消えれば長い夢は終わるって言ってたってティセから聞いたんだよ。長い夢っていうのも気になるし。あれ、起きてお願い。寝てるのか、ただ聞こえてないだけなのか。どうにも紛らわしいな。なになに。ついにお主にも教える時が来たのじゃな。このメネト村に伝わる宵と暁の伝承を。はい、教えてください。宵と暁の伝承、初めて。そんなの初めて聞いたぞ。これは大きなヒントになりそうですよ。では教えてやろう、この伝承はおとぎ話ではないぞ。かつてメネト村で起きた実話なんじゃ。伝承を紐解けばこの村の眠りの秘密を知ることができるじゃろうって。はい、もったいぶらずに、その伝承とは。伝承は全部で4編あるんじゃ。心して聞くがよいぞ。結構長そうやよ。はい、ちょっとスローやな、テンポが。まれびとお空に魔法をかけた。太陽隠れてお空は真っ黒、月と星だけ輝いた。うん、なんかずっと夜の状態っていうことよね、きっと。で、頼むで長老。うん、それでそれで。おいじいさん、また寝ちまったのか。起きて。あかんか。はて、続きは何だったかの。あまりに長い間語ってなかったから忘れてしまったぞい。単純に忘れちゃった。なんだよ、そんな大事なことを忘れちまったのか。頼むよ、思い出してくれよ。困ったね。すまんの。ま、焦るでないぞ。はい、ゆっくり聞きますから。こういう時は、何何、あれじゃ、あれを持ってこい。
ラランブラ参道にいる人食いがの落とす稲妻三章じゃ。あれを食べればピリッと思い出すじゃろうって。はい、刺激が必要、長老には。はあ、分かったよ。魔物を倒すだけで手に入るなら楽なもんだ。そうですね、どれに行きますか。村の外のラランブラ参道でその稲妻三章とやらを手に入れてくればいいんだろう。稲妻三章ね。アスバルが戻る前にさっさと片付けようぜ、うん、隊長。オッケー、こっちはこっちの仕事をしましょうか。はい、人食いがを借りに来ましたよ。こいつが落とすらしいんでサクッと倒しましょうかね。さあ、流術師にもね慣れていきたいんですけど、とりあえず魔力覚醒をしてこの陣を引くまでは合ってると思うねんけど、こっから多分ドガンテルを打ちまくればいいんよね。はい、あ、いやー、山彦の陣はなかなか、うん、爽快ですけど、はい、やっつけました。稲妻三将ゲート。じゃあ戻ります。はい、戻ってきました。これでピリッと話してもらいましょう。はい、はい、この稲妻三章振りかけて、振りかけるんじゃないか、渡しまして、どうすんのかな、舐めんのかな。まあ、おー、まあ、舐めた、三章舐めた。おーおー、これじゃ、これじゃって。なかなか刺激強そうやけど、どう？ロナ爺さん、酔いと暁の伝承のこと思い出せそうか。頼むで。え、きたきたっかー。めっちゃ効いてるやん、効果は抜群だ。はい、稲妻三将のこのビリビリじゃ、この刺激を求めていたんじゃ。なんか危ないこと言うてるけど。うん、酔いと暁の伝承とな、完璧に思い出したぞい。寝てるとは思えない、寝言とは思えないぐらい生き生き喋り出したけど、このじいさん本当に寝てんのか。それな。酔いと暁の伝承の前編はこうじゃ、耳をかっぽじって聞くがよいぞ。うん、長くなりそうですね。まれびとお空に魔法をかけた、太陽隠れてお空は真っ黒、ここは聞きますよね、月と星だけ輝いた。この続きを。まれびと、うん、今度は袋を呼んだ、袋を泣くとみんなは眠る、うんうん、眠れば何も怖くない。何も怖くない、みんな幸せそうな夢を見てたのもなんかつながりあんのかな、この伝承に。みんなの眠りを見張る、見張る、お山の神殿守りの砦、悪夢を捕らえて一緒に眠る。お山の神殿っていうのが巣かな、フクロウの巣。フクロウ消えたら朝日が昇る、太陽戻ればみんなは起きる、夢から覚めてまた通り。はい、やっぱりフクロウを殲滅させればいいってことやんな。これが伝承のすべてじゃ。なんか新たな情報はなかったような。おお、そうじゃ、なになに、子供たちに話してやろうと伝承の本を持っとったことも思い出したぞ。本があるのね、絵本みたいなとこ。わしの家の本棚から持っていくがよい、うん、はい、またわしが酔いと暁の伝承を忘れてもいいようにな。忘れるの前提なんや。ありがとな、じいさん。伝承の本は俺が取ってくるからちょっと待っててくれ。え、新しいことがなんか書いてあったりすんのかな。今聞いたのが全部かな。分からんけど。袋消えたら、うん、みんなは起きる。それじゃやっぱり袋がいなくなれば村のみんなを目覚めさせられるんだね。そうやな、この確証が持てただけでも伝承聞いてよかったんだが、フクロウはどうやったら全滅させられるんだ。村に来たやつを倒すだけじゃ解決しないよな。まあ、やっぱりアスバルが調べてくれた巣を、はい、巣に行って、そろそろアスバル戻ってくるかな。酔いと暁の伝承の本を、はい、取ってきたぜ。これは隊長に渡しておくよ。オッケー、読んでみようか。ボロボロの本やって、
すごい年季が入った伝承の本をいただきました。伝承は分かったけど、肝心のフクロウを全滅させる方法は分からないままだ。一体どうしたら。一匹ずつねえ、ちまちまと倒すしかないんでしょうかね。そのヒントは、あ、帰ってきた。あいつが握ってるんじゃねえか。お空を見てますよ。スー見てきた、スバル。こんな鳴き声。バルくん。あ、スバルがなんかドラキーの真似して声を発してると思ったら面白いけど、どうなんでしょうね。いやー、お待たせ。フクロウの巣が分かったよ。さすが、ほんまに有能やな、スバル。やばい。ラランブラ山道の北の山頂付近に神殿のようなものがあったんだ。神殿。そこにフクロウは入っていったよ。あー、意外やな、神殿。ちょうどじいさんから宵と暁の伝承の前編を聞いたところだったんだが、そっか、お山の神殿ってのが出てきたな。ビンゴやな。お前の見たのがそれじゃないのか。それがフクロウの巣ってんなら、乗り込んでフクロウを全滅させれば解決すんだろう。どうする、100匹ぐらいおったらどうする。結構しんどい。お山の神殿。何、心当たりあり。トー君どうかした。顔色が悪いみたいだけど。俺は行かない。なんかあったんかな、過去にな。へえ、どうした。もしかして怖くなったのか。そんな煽ったらんとってや。ちっげーよ。ほら、俺はあんたらが神殿に行ってる間、村のみんなを守らないといけないし。え、でもそしたら功労は誰が持っとく問題が発生するけど。俺は村に残るから、神殿の方は任せたぜ。え、でも功労持っとかないとフクロウと戦えないから。わかった、どうしよっか。トープス君も気をつけるんだよ。大丈夫かな。それじゃあ僕たちはラランブラ山道の北にある神殿に向かうとしようか。トープス君まで寝ちゃうような気がするけど、我々が功労持っとくでしょう。はい、というわけでお山の神殿に行くことになりました。アロナ長老ありがとうございました。はい、あ、眠りのフクロウの巣があるじゃろうからって言ってる。ちょっと本も見てみますか。はい、使ってみました。中にはこう記されている。あ、これはさっきロナ長老が話してくれた内容と全く一緒ですね。新しい情報はなさそうでした。あ、やっぱり夢見の頃我々が持ってますけど、これ、はい、嗅いだことのない不思議な香りになんだかぼんやりしてくるって書いてあるわ。目覚めているのに夢を見ているような不思議な感覚に包まれた。あ、この中にずっと村人たちはいるのかもしれないね。目覚めているのに夢を見ているような感覚、はあ、立ったままみんなそんな感覚で、はい、居続けているのかもしれない。あ、ちょっとトープス君心配やけど大丈夫かな。はい、というわけで次回お山の神殿に行ってみたいと思います。フクロウは1匹ずつ飼っていくってことなのかな。まあ、殲滅させる方法が神殿に行ったらわかるかもしれないので、はい、次回行ってみたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。